実行赤レンガ倉庫は、大阪府大阪市港区海岸通り2丁目にある、歴史的建造物である。大阪港の第一号岸壁に沿って、1923年10月に、住友倉庫によって建設された。倉庫は2棟あり、北側の旧200倉庫は2階建て、高さ13メートル、延べ床面積4500平方メートルで、南側の旧300倉庫は1階建て、 高さ13メートル、延べ床面積2800平方メートルである。設計は、住友財閥で多くの建築物を手掛けた、日高豊かによるもので、倉庫は貨物船である大阪臨港船を倉庫の間、両脇に配する形で建設され、荷物の搬出入りは、この大阪臨港船を利用して行われた。実行赤レンガ倉庫の建設は、 大阪市が進めてきた大阪港の実行事業の一部を住友財閥が引き受けたことが遠因にある。1897年から始められた大阪港の第一次実行事業は日清戦争後の財政難や不況で滞っていたが第一次世界大戦が終結すると荷扱いの増加から実行の完成が望まれるようになった。こうした世相を背景に民間事業者は 財政難の大阪市に代わって、実行工事を行うことで不当の優先使用権を得ようとこぞって申し入れを行ったが、住友財閥も護岸の整備に名乗りを上げこれを引き受けた。実行赤レンガ倉庫は、この際の岸壁の整備に合わせて、船の積み荷を保管するための倉庫として建設された。1999年に倉庫としての役割を終え、管理も住友倉庫から、 大阪市に移管された。2006年以降は、耐震上の問題から、校内立ち入り禁止となり、解体も検討されたが、最終的には、耐震補強工事と倉庫としての保存を行い、活用してくれる企業を募ることとなった。その後2015年7月から、G. ライオングループが、クラシックカーの胴体保存を行う、G. ライオンミュージアムとして利用している。 2018年度からは、土井君夫の妻から、堺市に寄贈された堺市、ヒストリックカーコレクションの活用事業者として、その維持管理、展示を行っている。倉庫脇の築公赤レンガ広場では、2008年より6月の月子の際にキャンドルを灯す築公、キャンドルナイトが開催されている。ありがとうございます。